2015年9月5日、鎌倉で行われた津波が来たら高いところへ逃げるプロジェクトのイベントに参加してきました。その中で、宮城県気仙沼市にあるリアスアーク美術館の山内さんによる東日本大震災や津波の災害史についてのお話し会の様子をまとめてみました。私たちは過去から何を学び、未来にどう生かしていけるのでしょうか。本日は、2011年の、あの日に、どのようなことが起こって、その後どのような状態が続いてきたのかということをほんの少しだけ、お話しさせていただきつつ、震災を通して経験したさまざまな問題、課題についてお話しさせていただきたいというふうに思います。この活動の目的は単に震災被害を記録するということではなく、これまで築き上げられてきた地域の最後の姿、これを記録することでした。まずはリアスアーク美術館のご紹介をします。昨年で開館20周年を迎えたリアスアーク美術館は気仙沼市南三陸町が運営母体となっており、東北と北海道の美術や地域文化などを中心に調査や研究、展覧会などを行う一方で、三陸沖の津波の災害史、文化史などの調査や研究なども行ってきました。しかしながら、東日本大震災の被災により休館、その後、部分開館をしながら、2013年4月に完全開館しました。発災から数ヶ月間の様子を簡単にご紹介いたします。津波がですね、ちょうど町を破壊している最中、波自体はここから見ても見えませんけれども、まあ、目視でですね、巨大な船が湾内をぐるぐる回っている様子であるとか実際目には見えていた、そしてこの白煙、煙ではありません、いわゆる構造物が破壊される際に巻き上がった埃だと思ってください。その後火災、そして雪ですね、まあ、夕方かけて、火災がどん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 広がっていくという、そして、日が暮れる頃には、目の前が火の海になっていくと。で、先ほどの写真から流れで見てくるとこの煙自体がものすごい高さだということはちょっとうっすらですが見えるとは思うんですが、これは実は海上火災です。その海上の火がですね、津波が繰り返すごとに、あちこちに移動していくと。これは翌日ですが、まあ、私も自宅を失った人間の一人で、水深1メーターほどの水があって先に進むことができなかったと。でこれが自宅があった場所です。コンクリートの基礎だけ、そして階段2段だけがあると。でここに鉄骨4階建てのビルが建ってたんです。それが根こそぎないということですね。でなぜ無理をしていったか、自宅にウサギがいたんですよ。でこれを救助しないといけないと。人生で初めての経験をしましたが、膝から崩れ落ちて号泣しましたね。すごく不思議な経験で、体が勝手に泣くんですね。で頭は結構冷静で、その時思ったんですよ。人間って本当にこういうふうに泣くんだなって思いながら号泣してました。そしたらまた地震が来て、周りの水がスーッと上がってくるんですね。ふっと我に返ってやばいと思って急いで逃げましたけども、これも16日ですが、まあ、全くの手つかずですね。で泥の中にですね、いろんなものが埋まってますけども、この日ここで、缶詰を発見しました。近くに缶詰工場があったんですね。で我々食べるものが一切ないので、祈りを込めて缶を取ってみたらこっちも塞がってるんですよ。わかります？空じゃないっていうことです。でそれをですね、必死にかき集めて持って帰って、で重油まみれなんですよ。でそれを積もった雪でそぎ落として、で軍手をはめてなんとか蓋を開けて、で蓋を開けて器に盛るとようやく食べ物の匂いになる感じですね。何もない中で、明かりを、最初電気がないうちは明かりを取るのに、パラフィナックスの塊を砕いてろうそくを作ってみたり、カセットコンロでお湯が沸かせるようになったと。ところが夜間だと10分で冷めちゃう。これを保温するための、保温装置みたいなものを作るとか、まあ、物が作れるということがいざという時に非常に役立つということですね。震災により地形が大きく変わった場所があります。元はこういう状態でした。
ちょっとめちゃくちゃ適当に描いた絵なんであんまりですけども、まあ、それがこうなっちゃったということですね。ちなみに今倒れてるこの防潮堤の高さ約3メートルだと思ってください。でどちら側に倒れてるか、これ海側に倒れています。で倒れた結果、決壊した背後の集落壊滅ですね。これも地形が変わってしまった例ですけども、私が見た中でここまでひどいのは他に例がないものの一つですが、これはもともとこうでした。要するに陸だったということです。で建物の向こうに松原が、20メートルぐらいの奥行きの端が見えないぐらいの松原があって、その奥にさらに、奥行き20メートルぐらいの砂浜があったものが、こうなってしまう。人間の感覚をはるかに超えた状況になるという感じですね。これ手前にあるもの、これ重油タンクです。これ直径10メーターぐらいあります。上に乗っかってるこれ2トントラックですから。でここに見えるこの赤い鉄骨状のもの、これ流されてたどり着いた私が住んでいたビルの残骸です。で今上になってるのが3階、私が暮らしていた部分、下になってるのが4階、私が仕事場にしていた部分。やむを得ずビルに逃げるならば、その構造が鉄筋コンクリートであるということを確認しておいてください。鉄骨ビルはダメです。私の自宅がそうでした。三陸沿岸部には過去、平均すれば約40年に一度の、頻度で大津波が襲来している事実があり、その都度甚大な被害が出ていました。しかし2011年当時、その事実を正しく認識できている地域住民は少なく、津波に対する関心も高くありませんでした。これ先ほどの明治の、まあ、風俗画法というものの一部、それからこれは昭和8年の津波の時の唐桑町の様子ですね。それからこれはチリ地震津波の時の気仙沼市内の様子です。2011年3月11日、震災発生直後から人々は想定外、未曾有という言葉を口にしました。しかし過去の津波災害を例とすれば、大津波襲来は想定されているべきでした。そして過去に何度も繰り返している以上、未曾有という表現も適切ではありません。なぜなら未曾有とは今までに一度もなかったことという意味を表す言葉だからです。気仙沼市内で浸水壊滅という被害を出した地区の多くは戦後の埋め立て地であり、高度経済成長期の開発とともに作られた町です。地域の津波災害史を正しく理解していれば、被害規模を縮小できた可能性は否定できません。世の中はこうどんな被害だったかということに意識が向いてたんですが、我々にとって重要だったのはまず何が壊れたのか、そしてなぜ壊れたのか、まあ、そういった視点が絶対的に必要なわけです。なぜなら我々はまたその場所で今後も生きていかなければならないからということですね。今回のこの大災害となってしまった原因を探り出して、見えない未来、まだよくわからない未来を少しでもイメージできるように、可視化していく、そういう想像力を手に入れることが、最も重要なことだという、そういった考え方です。結論はとにかく津波を甘く見ないでくださいということです。以上で、お話を終えたいと思います。ありがとうございました。私たちは過去を知ることで見えない未来をイメージして、これから起こりうる災害などに備えることができるのかもしれません。そのために記録をし、伝えていくことが、また大事なんだということを学びました。